じゃあ体重測ります。はい、1487。サポートお願いします。1487。はい、ほぼ一緒。1490だったからこの間。難しい。顔を隠さないで。ちゃんと見てらっしゃい。死んでくれないかねこれ。ひたすら私から避けてる。顔を合わせる。なかなか。なんかさ、気のせい。一緒だよね。あんま入らないかもしれない。たまたまだね。こっちの方が小さいように見えたんだけど。顔が。だから晴れてたから。大きくなるときとちっちゃくなるときはあるような気はします。あ、します。うん、特になんかこの脇のところとかはそう、うん、そう。まあでも触ればちょっとはしぼんでるのかな。どうなんですかね。もっとパンパンだったんですよね。うん、なんか揉んだら柔らかくなってなくなるのかなとか思ってるないでしょうけど。揉んだら柔らかくなることはまあでもね、血流が良くなるとあんま強く揉まなかったら、うん、マッサージするのは悪くないですよ、うん、はい。要は血流を良くしてほしいわけなんです。うんうん、はい、はい。この間のさ、サンプルフードってなんか色々出たけど、なんか食べました？あ、なんか一番大きいやつは混ぜて食べてます。なんかあの、なんだっけな、ドッグフードの、うん、大きいやつから、あ、だ、あ、あのモビリティ、うん、からとりあえず食べメタボリクスモビリティ、はい。ごめんね、カメカメしたい。ごめんね。これと。やだよね。出てね、ラテル。注射しないもんね。理由は？今よっぽど、よっぽど。ただ暑い時とかちょっとなんかやっぱりね、早なったりとかは。しますよね。そういえばさ、いつ転勤なんですよ。もう大阪のお家は決まったので、あと引っ越しの日付が、まあ、あと1回だから、本当これは本当にもうラストなんですけど、あと1回来れるか来れないか。本当。もしかしたら今日がラストかもしれない。いや、来ますが。なんか行きたい行きたいっていうんですよ。あの、先生のファンがいるので。ありがとうございます。ごめんね。この間経過あったんだよね、耳ね。だから薬が入れやすい。ごめんね。ごめんね。はい、じゃあ抗戦勝者。はい。抜くってないと。あ、じゃあ爪切ります。ごめんなさい。はい、切ります。先に爪切ります。だいぶ爪伸びてますもんね。ちょっと待ってね。ごめんね。ちょっと、柴田さんけど、あれもし。もしものための止血剤。よいしょ。はい。そう、いい感じ。寝てね。ごめんね。あ、伸びてるね。すごい伸びてるよ。あ、ごめんね。残ってる？ごめんね。残ってる？痛くない。えらいね。えらいね。泣くんだ。泣くんだな。ごめんね。嫌だ。えらいえらい。なかなかね、大変なんだよね、フィレットなんかするのって。ごめんね。ごめんね。分かったし。もう終わる、嫌なのは分かるんだけど。当てた当てた、頑張れ。あ、一本切れてない、真ん中で。あ、ごめんなさい。シャー言うてんの。よし、ちょっと大丈夫ですか。ごめんね。ごめんね。そのまま歯磨き抜きしちゃう。お顔見えてなかったから。ちょっと話を。いらんわって言ってる。ちょっといらんわって言ってる。はい、どうぞ。はい、これだよ、これ。見りません。いらないって言ってるね。はい、じゃあ、歯磨きしてください。上手じゃん。よし、高専所してるし、ね、引退の時までやったんや。首、脇、側膝の後ろ。はい。100の3分でいい。はい。はい、で、インターベルと、ごめんね、ちょっと待ってよ。
よいしょ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 、ごめんね、ちょっとだけ脇失礼しますよ。ベッドバイト噛んじゃうかな、話した。ベッドバイト、やったよね。ごめんね、これはそうか、この子あんまりこれ好きじゃないんだよね、ベッドバイト。これ普通の子はもう大喜びになるんだけどね全然前はゴシゴシ。お前テレビでなんかフェレットペットのあれだった、名前誰だったっけ、なんか芸能人の人が、はい、テレビフェレット連れて、テレビで多分あれバイトかなんかわかんないけど、すげえ気分で食べてた。普通の子はさ、あ、これラクサトーンか、間違えたバイトじゃなかった。ラクサトーンは毛玉を取るやつだけど、フェレットバイトはめっちゃ好きですよ、みんな。めっちゃ怒っててもこれあげるとペロペロ舐める。この子さ、なかなかそういうわけにはいかんかさ、うんってなっちゃうから。みんな大好きやけどね、さ、嫌いな子もいるわね、中には。で、まだ2週間残ってるんですね。あれ、はい、ると思います。はい、横に回ったやつだから、はい、じゃあその残ってるやつのステロイドが 0.53 かなです。で、今日出すのが 0.44、はい、だから、そっちからあ、もちろん、はい、順番通り順番通りいってくださいね、はいはい、A はまあ、一緒なんですけど、はい、後で拭こうね。この子、あれはいっちゃった。レボリューション分が眩しいよ、また。あ、じゃあ、6月ってやってない、終わり。やってないかもしれないですね。ですね。じゃあ、つけますも1ヶ月過ぎてるから。今、つけちゃっていいですか。あ、でしょ、もらってきます。なんか、あの、お風呂入れようかなと思って。あ、じゃあ、詰まったのがいいですよね。うん。お風呂入れたら完全に乾いてからね。もう翌日に捨ててください。はい、はい、了解です。中途半端に湿ってる時にはちょっと。してなきゃだめ。じゃあ、入れようかな。ここだけ入れます。はい、ごめんね。はい、お口のケアね。刺繍ポケットの悪玉菌を忘れる。この味は嫌いじゃないみたいね。ペロペロ舐めてくる。吸入ってしますか。します。ちょっと、うん、103でね。103、うん、口周りがおひげにいっぱいついて。ウェットブラシ用意して。おいしょ、ごめんなさい。じゃあ、軽く動かしてください。これ、暑そうな時って、なんかこう、まあ、水で、なんかこう、スプレーとかで濡らすのとかって、ありですか？あり。まあ、べしょべしょにならん程度だったら。あ、もちろん、もちろん。はい、なんかミストみたいな感じで、シュシュってやるのはありですね。この毛むくじゃで、やっぱちょっと、これちょっと暑いのちょっとしんどいと思うね。絶対しんどいで、心臓も大きいからさ、呼吸が速くなってしんどいですね。なんか短く経過り込んだらどうかって話したら、それはない。そうね、そうね、フルトはやめるんだよ。はい、じゃあ OK ね。じゃあ、はい、今からちょっと一度吸入の酸素をやりますね。はい、でそれはじゃあ2週間でレボリューション出しますから、じゃあ洗って翌日につけてください。お願いします。はい、じゃあちょっとお待ちください。行きましょう。はい、お疲れいたします。